はいどうも、高橋和馬です、2月19日の試合、無事判定勝ちですが、勝って、この NKB ライト級のベルトを防衛することができました。ありがとうございました。もう大阪からも結構応援していただいて、配信チケットもめっちゃいっぱいいろんな人に買っていただいて、めっちゃ応援いっぱいしてもらって本当にありがとうございました。試合内容はまさかの展開になりまして、想像外の展開だな。まあみんな KO、うん、まあ、殴り合いで KO と思ってたよな。いや俺も思ってたやん。だけど、まあ、田中選手がの作戦はなんか僕の多分体力削り、スタミナ切れを狙って 1,2,3 来なかったんですけど、だから僕もびっくりしてあれみたいな感じになって、僕が 1,2,3 ラウンドをずっと蹴って、ローとミドル、三日月、前蹴りで、まあ、ポイントを取って、4,5 に、田中選手がテンポを上げてくる、でパンチ振ってっていう試合内容だったんですけど、まあ4ラウンド5ラウンドでちょっと何発かパンチ効いたんで、僕は、はい、効いたな、効いた、足力入らんなってきて最後、うん、もう最後でもマジで意地で立ってたみたいなぐらい、終わってからの記憶もうほぼなくて、なんかごちゃごちゃになってましたね、うん、だからあれが 1,2,3 でやられてたら全然田中選手が勝つっていう展開もあったな、あった。なんでなんか結構田中選手が酷評されてますけど、うん、いやでも田中選手の作戦も分かりますけどね、うん、僕が1年試合してないっていうのもあるし、でコロナになってるっていうのも向こう分かってたんで、だからその作戦、そのなんかおもんないねみたいな言ってる人もいるんですけど、まあ、作戦や、作戦やからしっかり5ラウンド使った作戦で、うん、そうやっぱね、あのなんていうんですかね、プロなんやったらとか言うんですけど、タイトルマッチってそんなんじゃないから、うん、やっぱキックボクサーとしていう人生でタイトルマッチって毎回できるわけじゃない、うん、チャンスなんてほんまにごく数回を巡ったやつをやっぱ掴もうっていう、うん、そのためにやっぱ陣営作戦を考えてきてやってるわけで、何してんねん挑戦者やろ行けやじゃない、うん、まあ、まあ今回はその作戦がはまらんかったけど、な、うん、タイトルマッチやから、うん、それこそさ、田中選手も前線とかグワーいってさ、うん、カウントもらってバーコーン行かれてるのか、うん、だから自分のいいとこ悪いとこ、うん、分かった上で自分で作戦考えてるんで、それをなんかやっぱ分からん人とかは言っちゃうやん、うん、その何してんねんみたいな、うん、そんなんじゃねえ、格闘技はそんなんじゃねえ、うん、だってさ、人生、格闘技人生でさ、まあ、引退するのにチャンピオンになったのとさ、なってないの全然違うやんか、うん、俺らはさ、まあ、チャンピオンになれたからよかったけど、やっぱ慣れずに終わったら嫌やん、うん、まあ、無事防衛できて僕はよかったですけど、うん、ただ一個言わせてもらいたいのは、 LKB のジャッジもっと勉強してほしい。いやほんまに、うん、なんで俺47、1人しかついてないの、うん、いや、1,2,3 は確定とするから、これは LKB の人見てください、ちゃんと1,2,3 ラウンドで僕が48になってるんですけど、なんで？ありえへん、ありえへん、ま、選手はマジで命削って試合に出てます。それでそのジャッジはふざけんなってマジで思ってますし、それでワンダウン取られてたらドローやし、言うたらそれでひっくり返る可能性もあるやんか、ふざけんなってガチで思ってるから俺、勝ってイエイじゃないやん、ちゃんと判定しろよ、ジャッジしろよ、うん、勉強しろよ、めっちゃ思った俺、あれ 1,2,3 取ってない、1ラウンドまあドローにしてんやろうけどさ、何考えてんの、向こう何もしてないんで、意味が分からん、意味が分からん、だからこれはマジで直していかんかったらあかん、絶対な、うん、ほんまにだから俺的にはまあ48対47はまあまあまあ分かるから、うん、4,5 取られたでもおかしくないから、うん、まあでも49対47とか、うん、それでいい、それぐらいかなと思ってんのに、なんか48がおるから2人も、ふざけんなよ、何見ててんの、そう、何見ててんってよ、マジでイラつい、今2人目にその時は何も考えてないけど、え、なんで47ついてないんだ、うん、やっぱなるし、もうみんな選手命かけてやってるから、ね、ほんまにそれはしっかりしてほしいな、うん、ガチで、
で、引退試合は7月31日、豊中でやるんですけど、まだ相手は決まってませんが、試合はしますんで、皆さん本当に応援来てください。でね、もうほんま10年間あと1試合や、なあ、あと1試合、もう最後勝って終わりたいと思います。絶対勝って終わりたいよ。まあ、まあでも派手に勝つか派手に負けるかで終わりたいから、もう好きなようにやったらいいんじゃない。好きなようにやる、殴り合いして。そう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 それはそうやな。なんか変に、もう勝ちたい勝ちたいで判定で変に負けるとかやったら嫌やん。確かに確かに。だからもう普通に打ち合ってみたいな。そうやな。誰かやってくれる人おるから、俺から、まあ、まだ一回募集してみたら。まあ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 、相手もね、いい選手とやりたいですね、最後は。そうやな、はい、ほんまに。でもいろんな人応援していただいてありがとうございました。残る一戦燃え尽きますよ。はい、はい、では今日は試合の勝利報告と、はい、文句でした。はい、本当に、いや、これ手元に戻ってきてよかったです。はい、ありがとうございました。はい、こんな兄弟そうない、ラブソンナイス、ラブソンナイス、カズマとリョウとキヨと送りたいソンフォーライ、トライアングルハマってこまげる。